祝宴における、乾杯の様子。1888年の絵画乾杯は、宴席において主導者の合図により、共に酒を飲む儀礼である。家庭内から宴席に至るまで、広く行われている。場の主催者、または、その指名者が温度を取り、酒などを注いだ杯やコップを掲げ、乾杯と昭和した後口にする。晩餐会のように改まった会食から主演に、至るまで、 参加者全員が揃ったことを契機に、食事や飲み物に手をつけるきっかけとして行われることが多い。遅れてくる者がいる場合、帝国に行った上で到着後も改めて行ったり、帝国前に練習と称して飲み始めることもある。基本的にしきたりなので、地域差や個人差がある。起源は古代に幹を神や死者のために捧げた宗教的儀式が展示。 仲間の健康や成功を記念し祝福する儀礼となった。現在の様式は日本古来のものよりヨーロッパ文化の影響が見られる。なお、神前結婚式の三三駆動やキリスト教系結婚式後の祝宴など儀式として祈り合い、y、を記念する行為も会食、主演によらない乾杯の一種に分類される。古くは宴会で酒きの交換が行われていたが、 近代に衛生上の問題が認識され、代わりに乾杯が奨励された。流れの一例を示す。地域や解析の趣旨、参加者の構成によって異なる可能性がある。温度を取る者の合図や場の雰囲気で、参加者が乾杯を意識する居住まいを正す、参加者全員がグラスを手にするまで待つ温度を取る者が、解析の趣旨や挨拶を簡潔に述べる温度を取る者が、 乾杯と掛け声をし、参加者が昭和する手記を目の高さぐらいに掲げ、解析の趣旨に沿った念を込めるビールジョッキは互いに打ち付けて音を出すことが多いワイングラスは、基本的に打ち付けない手記に口をつける、飲み干しても良いが必須ではない手記を置き、拍手する、ホモリキンゴによれば乾杯のやり方は次の通り。デザートコースにおける主人側の挨拶の後、主人側が起立し、 乾杯の字を述べ、客側がこれに和して乾杯する。次に客側が起立し壮大が、乾杯の字を述べ、主人側がこれに和して乾杯する。乾杯するときは杯を目の高さまで上げ、主人に注目し、次に客同士目例を交わし、男性は自分の右側の女性と、女性は自分の左側の男性と、坂の縁を軽く接触させ、これを飲み干す。 最初は、主人側の乾杯の字で半分ほど飲み、次に、客側の乾杯の字で全部飲み干す。憲杯葬儀や法事などの長寿においては、憲杯と呼び換えられる。主な違いは、掛け声と昭和が憲杯になるとともに、手記を打ちつけず、その後を沈黙で迎えることなどである。なお、本来の意味である、敬意を表すため、杯を剣ずることとして、 乾杯と同じく刑事に行う地域もあるという。西洋料理の場合西洋料理でワインやシャンパンで乾杯する場合、特に改まった席では起立したりグラスを打ち付けることはしない。親しい者同士の場合は特に制約はないが、繊細なグラスを破損しないよう、特に配慮が必要。例えば、シャンパングラスは縦長のフルート型より平たいソーサー型が、 乾杯用とされている。また、ロシアなどに見られるトーストという乾杯は協調性やハーモニーなどの意味が含まれている。日本料理の場合日本料理の場合、和室では正座して日本酒で行うことが多い。儀礼的に改まった場ではガラスグラスや陶製の追い口ではなく本来の酒が用いられることもある。乾杯は祝辞の言葉。 勢いのある言葉として利用されるので、書籍、テレビドラマ、楽曲など数えきれない様々な作品に利用されている。特にその物事を祝い、発展を願うものにつけることが多く、その場合には、に、乾杯と称されることが多い。沖縄民謡に乾杯サビラというのがあり、乾杯の繰り返しである。宮古島ではお通りと呼ばれる。 中国式の乾杯を元にした文化がある。車座になり、親が立ち上がり、工場を述べ、まず一杯飲み、次に回す。また親も飲む。一周してから次の親が立ち上がり、また同じことをする。代表的な場面急性アルコール中毒等への理解がない社会では、乾杯を文字通り、手記を干すこととして、一気飲みを強要した上で、空いたグラスに酒を満たし、 これを複数の上位者が連なって行い追いつぶさせるなどの行為が横行することがある。日本では大学の新入生などアルコール飲料の経験のない未成年者が急性アルコール中毒などで死亡し強引に飲ませた上位者が損害賠償を命じられている。急性アルコール中毒に至らなくても意識が混濁した状態では土砂物で軌道が閉塞し窒息死するリスクが高く しばらく目を離しただけで取り返しのつかない事態を招いた事例が多い。中国では敬意の表明として酒の酒を飲み干すという文化がある。宴席で何度も行う乾杯には基本的にアルコール度数の高い白酒を使う。乾杯用には小さいグラスを用いる。飲んだ後で相手に向けて酒を傾け底を見せたり。 逆さにして飲み干したことを示す習慣がある。ただし、乾杯を発生した人が直後に随意と言った時には飲み干さなくてもよい。円卓での宴会では客と招待側とが同数で交互になるように着席する。乾杯は招待側の用心がはじめ、次に客の主品が行うというように交互にやや時間を空けて行うことが多い。当然、 乾杯の前に簡単なスピーチが要求される。この時、もし漢詩が読めれば、尊敬される。しかし、最近の北京では、乾杯に白酒を用いず、ワインやビールで行うようになってきている。佳境系中国人の乾杯の温度は、やむせんで、一同が、線の掛け声とともに酒好きを干す。韓国では、目上の人よりも高い位置でグラスを合わせることは、失礼とされる。 また、乾杯の後はグラスにあるものを飲み干さなければならない。またその際には、グラスに口をつけているところを見せないようにするため、横を向いて、口元を手で覆い隠すとされる。だが近年では、横は向くものの、口元を隠す所作は、ほとんど見られない。欧米における乾杯は、に捧げると唱えて行われることが多い。乾杯を捧げる対象は、複数でもよく。 真面目なものとユーモラスなものが織り混ぜられることもある。日本ではあまり行われていないが、乾杯するときに相手や同席する人の目を見るのがマナーである。アメリカの乾杯は、ジョージア独立記念パーティーの形式を踏襲したものと言われており、最初に主催者がビジレークを織り混ぜた貴重演説をして場を盛り上げ、会食を通して延べ50回以上の乾杯を繰り返す。 乾杯が行われるようになった由来は諸説ある。なお、イタリアのマフィアに自分たちの血を赤ワインに混ぜ乾杯する儀式がある。また、中世ヨーロッパではグラスを打ち合わせることはしなかったが、1552年にフランソワ・ラブレーがふざけて打ち鳴らしたことから広まった。ギネスワールドレコーズにおいて同じ場所で一度の乾杯で同時に杯をあげた。 人数の記録は2009年12月31日にポルトガルのイベントで達成された26,564人。その後2010年6月26日、明治神宮野球場で行われたプロ野球の試合時のイベントで27,126人を記録。ギネス側がこれを認定すれば世界記録となる。ありがとうございます。